ジャン君。ジャン君、ジャン君、おはよう。おはよう。これからご飯を食べるにあたってまた YouTube を流していくからね。まだもうちょっとね、経ったら行くのでよろしくね。よろしくね。でも下でうにょうにょ動いている音がしてるから気がついてるんだよね。あれ YouTube じゃんって思ってんだよね。YouTube じゃんって思うのか。やっぱインスタとはちょっと違うよね。YouTube だよねって思ってるよね。待ってるしねって。ジャン君。そうだって下から上がってくる気配の音とか、うん、あの扉が開いたりとか、うん、階段の近くまで来た声とかで、あ、来るって思ってね。あそこに階段の上まで行くもんね。そうなんすか。じゃあ。そうっすよ。ジャン君トイレ入ってますね。では1階に降りるために YouTube 大画面で YouTube これだ。あ、どこだ。あ、これだ。こっちか。あ、これか。これだ。じゃあ行くね。あれ、まゆさんは、うん、
足しびれるんだけどね。ジャン君の病院に今電話しました。電話した結果ですね、お薬を出しますということになりました。なんかこの間2週間のやつじゃない別のお薬を出して試しましょうって。注射じゃないので行かなくてもいいんだって。ジャン君本人がね、あの元気だったら大丈夫なので薬だけ変えてみましょうって。よかったね、ジャン君。ね、飲み薬飲むね、ジャン君。頑張ってね。はい、飲むよね。注射するぐらいならね。液体の薬にしてもらったよ。あれ、あれ、ここ開けたの。あ、そうだね。これを置いて、はい、どうぞ。すごいよね。でもね、もう注射も打ったし、ポンちゃんも行ってもらったら大丈夫。じゃあ、ジャン君。よいしょ。ジャン君。ジャン君、よく寝るっていうのを知っといて。うるうるしてるか。箱の縁を開きます。付属
属のヘラでお召し上がりください。ありがとうございます。さあ、今日は何かというのですね。これ、何でしょうか、ペンギン。あ、次は飲むの？
い。はい、ジェン君。やっぱり泣いたね。YouTube もう終わってる？ジェン君。はい。はいはい。よいしょ。まだ流れてるけど、音がしてないね。音がしてない時だと思うね。よいしょ。これ最近のやつじゃん。はい。よいしょ。それではこれを止めて、止めるなこれか。さあ、ジャン君、盛大に泣いてたね今、直前はね。YouTube が一応効果はありそうだよっていう報告を受けたんだけど、マオイママさんまだ上にいたからね。人がどっちかいる、または YouTube ぐらいかな。付属品程度の効果ですかね。騙されないよね。はい、ポンちゃんは全然堂々としています。一人ぼっちでも平気なんだもんね。はい、こんちゃん。はい、リラックスしてます。ジャン君リラックスです。体調が悪いようには全然見えません、うん、あとあんまりさ、トイレにもそんなに行ってないの今。そうだね、うん、そういうことかな。よかったです。ちょっと良くなってきたのかな。ジャン君、ジャン君、今日あったかいっていうのもあるのかな。そうかな。もう来て、もうじゃあ寒いのやめてもらえないですかね。全国的にあったかくなっていただけるとありがたいんですけど。昼間とかライブ中もちょっといたりしてたけど、なんかここのところずっといてない。ここ何時間か行くでね、ジャン君。うん、かわいい。なんかそれ最近お気に入りだね。だいぶだいぶボロボロになっちゃったから、お直ししないとかな。あ、すごい楽しく遊んでたら僕はやっぱ治るかな。うん、なるね、ジャン君。ジャン君、あれ全然になっちゃった。はい。終わりですか。あり。終わりですか。ジャン君を寂しい思いをさせないためにですね、食べながら喋ってる。晩ご飯は
上で食べています。上っていうのは普段の生活のね、まあ、時々買ってきたお弁当とかはそういう食べ方することあるんですが、ジャン君のストレス対策として、のご飯です。そして順番に歯を磨きに一人ずつ行きましょうってママさんに言われました。